女オタの野望第6回始まるよ。まだ元服おるんか。今回は東海道から上洛を目指すで。この命ここで尽きるか。病には勝てぬか。ご重郎と母上が。手際よく城を奪おうぞ。いつ今日の大決戦や。初戦で大きく吹っ飛ばせば後が楽になるで。地形は可もなく不可もなくや。敵の方が若干コブ要所に近そうや。交渉を制する。続け。お越しを願いまする。交渉を手に入れる時ぞ。要所を手に入れるぞ。交渉を制する。続け。腕が鳴るわ。命令を下され、命令を下され。敵に痛手を与えます。お指図を。動くべき時は今ぞ。いざ我が軍をこの戦場に示さん。策を込むと敵も味方に。皆我が手のひらの上で踊るがよい。我が武勇の生かしどころ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。強撃されてるから要所を取りに下がって攻撃し直そう。座右官。お越しを願います。いかがしましょう。敵を攻撃する。はい。皆の者進むぞ。皆の者敵兵数が多いから先方で7500とかえぐいダメージで取るな。はい。どうかご命令を。敵を退けます。今こそ我が先方により勝機を見出す時。心はよし。軍略というものを見せてくれ。我が前に立ち去る者らよ。砕け散れ。お越しを願います。兵らよ、もう進めるぞ。ゴム要素落としたぞ。試される時ぞ。我ことはと思う者は続け。何ですと。拮抗しておりますな。我が武勇の生かしどころ。決めてくれよ。我が前に立ち下がる者らよ。砕け散れ。我々の出番ぞ。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。どうかご命令を。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。なんと敵も味方もなし。皆我が手のひらの上で踊るがいい。我が武勇の生かしどころ。王将を制する。続け。出番ぞ。え、敵を蹴散らさん。行くぞ皆の者。今よ、我が戦法を見せてやろうぞ。はい。要所を手に入れ。続け。腕
笛が鳴るわ。こいつは我が先方にて押し通る。地の利を用いるわね。なんたることよ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。敵兵など我が先方の前には物の数ではないわ。敵ながら見事我らの出番ぞ。我が先方の切れ味、その身で確かめよ。今が試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。えらよ、進め。今が試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。我が先方の切れ味、その身で確かめよ。な、いざ出撃ぞ。少々戦するときぞ。我が武略をもって完全の敵を打ち払わん。お指しず。お。我が先方の切れ味、その身で確かめよ。こいつ、我が先方にて押し通る。かなり被害は出たけど、まだ継戦できる。網にかかった。縛り上げよ。これで一気に山城に進軍できそうや。なんと、まさか。上洛に向かって一直線や。腕が鳴るわ。や、そんなことが。成し遂げたり。昇竜寺城制圧や。まあ今よ。風に乗って我が名を叫ぶの。威風で大阪の軍剥がした。有岡城制圧や。売れてやるわよ。喜ばしきことに大阪攻めの準備や。敵はなし。我が武勇の生かしどころ。大阪城を落とすぞ。ここは会場ではなく工場制を選択するで。重要施設ゼロやったな。いつも10万とかで攻め寄せられてたのに、逆の立場になるとはな。さすがに裸城の大阪は落とせるやろ。お味方に分があります。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。ご指示。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。さて、我が桜で仕上げる前に。こいつは我が先方にて押し通る。我が先方の切れ味、その身で確かめよ。打ち破ったり。我が武略を持って安全の敵
敵を打ち払わん。お味方に分があります。まだと喜ばしい。手切らせてくれよ。我が策あらば負ける。皆の力を狂うのだ。我が策を今こそ受けるがいい。お指図。皆の者進むぞ。俺の力を見たか。何ですと。引き抜きされた徳川家の者が何か言うとるわ。城を我が物としたぞ。縄をくれてやるわい。誠心誠意お仕えします。我が才がご老事を。大阪の威風で二条城を落として三色の条件達成とか芸術点高すぎるやろ。秀次関白なのに関白になれるんか。今回のシリーズはここまでにしとうござります。次回はまだ何も思いついてないので未定です。新シリーズが上がったらまた見てくれると嬉しいです。バイバイ。